この手は食わんぞ。侍に同じ手が二度通ずると思うな。たく、新選組も地に落ちたもんだ。結局また幕府相手に上位志士へと逆戻りですか。ザキの言う通りでさ、あんな連中よりこの時代には生つばもんの大物志士がゴロゴロしてるってのに。心配するな、全部終わったら全員まとめてしょっぴくさ。じゃなきゃわざわざこいつのためにこんな時代まで来ねえだろ、白夜叉殿。やれやれ、時空超えてまでお役所仕事とはな。上等だよ、全部終わってまた未来が変わって、それでもこの腐れ縁忘れてなけりゃ、ご縄でも何でも頂戴してやら。忘れねえさ、忘れたくともね。ああ、たとえ地獄の果てだろうと、時空の果てだろうと、必ずてめえらを探し出すんだ。真っ白なまま燃え尽きて銀時よ。今まで俺たちは多くの友を失い、その度に打ちひしがれてきた。もうあの時は帰らぬとそう思ってきた。だがお前は、俺たちは結局またここへ帰ってきてしまったのだな。銀時、貴様らの行く道は我らが切り開く。だから未来のためでも過去のためでもない、お前の俺たちの生きる今を切開いてこい。